皆さん、おはようございます。オールオブユーインクの大沢ゆきです。泉智子です。山崎あけみです。あ、紹介するのは、パターンずれた。まあいいや。あ、T字なし。はい、どうぞ。あ、ちょっといい。あ、すいません。あのね、そうそう、紹介、私が紹介する予定だったんですけど、ちょっと調整、この間、ちょっと、いろんな都合で備わってやったけど、まあ、こう今、都でございますけどね。ちょっと、ちょっと、けぶっててちょっと分かりづらいと思うんですが、太陽光っておりますけど、ということで今、これはね、マスターゲートさんのね、ツアーで、もう最終日に今日なりました。で、韓国120人、日本90名ぐらいですね、日本人の方来ておりまして、すごい状態になってますね。一別体験、悟り体験、覚醒体験、まあ、いろんな、バシャル体験とかいろんな体験をされた方がですね、一堂に会していたという感じでございますね。ということで、今日はオロヨブユーノさんの、会になっておりますので、また皆さんのお話を聞いていただく感じになりますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日は、テディさんの番組に急遽出させていただくことになりました。はい、で私たちも、まあ、オールオブユーだけではなくて、ニューリアリティのメンバー30人くらいが、こちらのF101キャンドルライトさんのツアーに一緒に参加させていただきました。はい、とっても素晴らしい時間を過ごしています。今までそのグループとかを超えたところで本当に心の交流っていうか、まあ、自分がオープンになることでますますこう心の交流っていうかやっぱりエネルギーの交流ができて、すごく本当に受け取るものもたくさんあって、すごく自分の中もより明確に確かになりました。一緒になったことでそれぞれのなんていうんですかね、良さだったり、すごく自分の中もよりこう一つになっていく感覚がしていて、感謝の気持ちでいっぱいです。自分の自覚というところをですね、自分を本当に知っていくっていうことがより明確になりました。でそこで本当にこうね、2人が言ったみたいにグループというものを超えて、本当にその心、そうありたい、そうしたい、そうするっていう人たちが、心を決めた人たちがこうやって出会って、で共に響き合って光り合ってっていうところが、本当にその実際に起こっているこの現場というかいて、もうとても自分の中でこう広がっていく感覚、それをすごく体感しています。はい、それで、今日は一つご報告があって、はい、番組に出演させていただきました。はい、私たちはオールオブユーインク、ちょうど1年前に会社というものを起こしたんですけれども、この、まあ、1年間一緒に3人でやってきた中で、ちょうど、1月の頭に、1回番組に出させていただいて、ちょうどその直後かな、はい、自分たちの中ですごくこう深い眠りが出てきて、でそれがその、まあ、今までの馴染み深い地球での在り方だったんだけれども、それをこう浮上させる体験がいくつかあって、あ、このまま3人で一緒に今までのようにこう突き進んでいくのは自分たちの中でも本意ではないということで、一回オールオブユーインクを休業することにしました。はい、で私たちもその3人で一緒に暮らして、一緒に会社っていうものをやってきたんですけど、これからそれぞれがこう分かれて、子が一人一人が子として足元をしっかり固めて立って歩んでいくっていうことを決めたんです。はい、はい、で、まあ、1年間こうやって番組を私たちの番組を見てくださった方々もたくさんいらっしゃったと思うんですけども、本当にその感謝の気持ちも伝えたくて、こうやって今回出させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。1年ね、1年間来たっていうことで、本当に自分を知るために会社を起こすっていうことで、1月20日なんですよね、会社を起こしたのは去年の。で
その通りになりました。やっぱり自分を知るっていうか、あのどれだけその外を外に外にっていう意識がこう持っていける持っていくのかっていう自分、その自分がどういうあり方でどういうものが現実としてなっていくのかっていうのをこの1年間ですごい体験することができました。でやっぱり一人一人が立っていかないことにはチームにはなっていかないっていうこともよくよく分かったところで、でそれじゃあもう本当に自分を知るっていうところでよりチームになることもできるから、なんていうのかな、チームになることが目的ではなくて本当に自分自身とつながって自分の足元からしっかりグラウンディングしていくっていうことをやりたい。それでこうばらけること、このばらけることはすごいあのいいことで、自分自身にとってすごいチャンスなんですね、この度のこと。それがすごいなんかこう自分の中で分かるから、すごいなんていうかな、喜びというか、なんかすごいあの嬉しいものも感じて、より確かになっていくことが、はい、そうなんか、あの前回の1月の頭にあの出演したスピリチュアル TV で、バシャールを超えてっていうタイトルだったんですね。でバシャールを卒業しますっていうことで、あの番組を放送して、で改めてその自分がその時喋ってたことをあの見た時に、もう全部自分へのその言葉だったっていうのを今すごく感じていて、あその自分を出した音を聞いて、あ本当にそうだそうだって、あの今すごく感じてるんですけど、であの時にバシャール卒業って宣言したことで、こうやって自分がより自分と一つになっていくっていうそのチャンスを自分が自分に用意して作ったって、すごいそれがまたあの自分でもすごく嬉しいですね。でね、あのバシャール卒業して、バシャールを卒業するとか何々を卒業するとかっていうんではなく、その自分の在り方を卒業していく、本当にその自分に全部矢印を向けて自覚をしていくっていうところ、本当にもうまた始まった新たなあのところから始まったなっていう感じをすごくこの大津であのゲートさんツアーを通して受け取ることができました。本当に一旦ばらけるっていうことは、なんていうのかな、その本当に子が立つっていう、それだけで結局はあの何も変わらない、変わらないっていうのはその心が別にバラバラになったわけでも何でもなくって、より本当に自分たちの心を一つにすることで、さっきチームっていう言葉が出ましたけれども、どこにいても何をやってても自分が自分であるということで、それが本当に一つになっていく、それをやっぱりすごい感じますし、それをやっていきたいって思って、それぞれがそれぞれの場所、個人的に言うと私はやっぱりその家族っていうところ、あの取りこぼしてきたことだったりとか、今までは脇に置いて自分のことばっかりっていうか見てきた、やってきたんですけれども、本当にその日常の素朴な時間を家族と、ああ幸せだなとか、やっぱりそういう気持ちだったり優しさだったり愛だったり感謝だったり、それをこう分かち合っていきたいなって今すごく感じてて、私はあの実家に帰ることに決めたんですね。でそれぞれがそれぞれの場所で自分をより見て確かなものにしていく、それが本当に、本当に今それが一番必要でやりたいことで、ありがたいなって感じています。その会社っていう形とか、こういうそのチームとかグループっていうその形にやっぱりこだわってた部分もあったんだなっていうことを自覚したんですね。でももうそこは本当に手を離して、形にはもうこだわらない、そうやって変化していくこともすごく素晴らしいことだって自分でも思っていて、だからこそその見た目の形は変わるんだけれども、みんなやっぱりつながっていて、そこがそのより自分とのつながりを強くしていくことで新しいチームになっていく、なっていきます自分が道なんで、それがよくよく、やっぱり一切唯心臓、天上天下唯我独尊、本当にその宇宙の中でその自分、尊い自分、それを思い出して生きていくことを、本当に自分がその自分のその道になるっていうところ、それを本当にこれからリアルでより
なんか、ね、今回あのキャンドルライトさんのツアーに一緒に参加させていただいたことで、私の中でもその自覚っていうことが、あの本当にそのまんま今の自分の感じていること、考えていることをそのまんまこう認めて、それを今知ってるっていうことだっていうのが、あのより深く、あの入って腑に落ちたんですね。で今回こういうふうに、あの一回解散ってなって、まあ、キャンドルライトさんのツアーにも参加するっていうことになった時に、私の中であのキャンドルライトさんのメンバーになるのもいいなっていう気持ちも最初出てきたんですね。それはあのここを離れるとかそういうことではなくて、そのメンバーになることもいいなって思ったんですけど、でもやっぱりそこのそのメンバーになるならないっていう形はどうでもよかった、うん、でもそうやって自分を知っていくことを、その学びを共にこう歩んでいく、その仲間と共にあることや、それはもう本当にメンバーになってもならなくても自分から心を開いていけばいいんだっていうこともすごく分かって、で本当にあの今回のツアーでも受け取らせていただくものがいっぱいありました。嬉しいな、ね、本当に嬉しいね、本当に、本当に、やっぱり私たちはバシャルチームって言われてるんですけれども、その例えばこう選び変えて行動、決めて行動するっていうことを、まあ、ずっと認めて選び変えて行動し決めて認めて決めて選び変えて行動していくっていうことを見てきた、やってきたんですけれども、どこかでこうやっぱりそのキャンドルライトさん、皆さんの姿を通してゲートさんの話を聞くだけではなくて、キャンドルライトさんの皆さんと同伴の方々とこう話をしたりこう交流する中で、本当にその自覚っていうところ、それがあもっとやっていこうって、もっとあの必要だな、その自分を本当にさっきゆきさんも言った心の状態のあり方を、自分の心の状態のあり方をいつもこう引いて見れるからこそ、どこにいるかが分かるから、よりこう明確に次自分が決めて行動するっていうことがシャキッてこうピタッてなるっていうこともあのすごく分かったので、両輪だなって、うんうん、それがすごく大事で、それをやっぱり通して一緒にその皆さんの姿を、皆さんの姿を通してあの受け取らせていただいたことはすごくあの気づきであり、今後 の, あのやりたいこと、はい、やっていくことだなって明確になって、すごく ありがたいです、はい。そのね、バシャルチームの特徴って、うん、まあ、すごい大胆に動いていくことっていうのはすごく私たちみんなやってきていて、すごいそれはあのやっぱり振り返ってみても、うん、あ本当にやりたいことを状況に関係なくこう自分にやらせるっていうことを、うん、よくやってきたよね、うん、本当によくやってきたって思ってますね、はい、うん、そこにその今智子さんが言ったみたいに両輪、自覚っていうところをもっと深めていくことで、うん、ね、お互いより、ね、まあ、自分自身の中がより、うん、大きく広がっていくのをすごい感じています、うん、すごいチャンスを作ったよね、うん、本当にね、うんうんうん、だからもういいことしか起こってない、起こってないですいや、で本当に自分が作っているその現実だから、うん、自分でその与えた意味を受け取るし、うん、自分で作り変えていかれるし、うんうん、ゲート氏が最後にその皆さんは神の血統なんですっておっしゃって、うん、やっぱりそれを生きていくこと、うん、それはもう本当に、うん、ずっと私もやっていく、うんうん、ね、この場に来てね、そういうふうにこうより強く思える自分たちがやっぱり嬉しいですし、うんうんうん、いやー来てよかったなって思うし ね、 ね、今までもすごくよかったけど、またこれからもね一段と、うんうん、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。ではでは、では愉快な仲間たち、ニューリアリティのメンバー、はい、が今日この後またお話をします、はいはいはい、よろしくお願いします。どうぞおはようございます、明日、ニューリアリティの、中に入って、そして自分に気がついて、
娘と2人で、会社を起こしました、遊びの星株式会社の望月美子です。望月奈々緒です。よろしくお願いします。今3人の方のお言葉を聞いてたんですけども、私もこの講話にマスターゲートさんの講話に参加させていただく前日にぎっくり腰になったんです。それで初めての感覚だったんですけども、もう腰が抜けるってこういうことなのかなって、で息も苦しくなって歩けなくなったんですけど、あ、この現実も自分が作ってると思って、いや、これは自分が作ってるんだから自分が作り変えられると思って、そしてしばらくこうそれを持っていたら、まあ、歩けるようになって、なんとかこの、ここの大津にも来れることができました。本当に自分ってなんて偉大なんだろうっていうことを、噛みしめています。そして、この今オールオブユーの方たちがお話しくださいましたけど、私はそれまで歌を時々先生に習っていたんですけども、ニューリアリティに来る前に3人の方の声を聞いたり、泉智子さんの歌を聞いたり、大沢由紀さんのピアノの伴奏を聞いたりして、本当に涙が溢れてきて、そういういつも歌では泣いたりしなかったんですけども、もう感動して、そしてその歌に触れて、あ、もう学ぶとか勉強するとか教えてもらうレッスンとかいらないなと思って、そしてそれまで誰かに教えてもらうっていうことをやめて、もう楽しく自由に歌おうと思ったら、本当に歌が好きになってきて、今日は3人に、まあ、本当に感謝の心からの感謝を込めて、歌を送りたいなと思って出させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、バシャールの情報とか、マスターゲッツさんの情報とか知ってる方はたくさんいると思うんですけど、その知ってるだけじゃなくて、そこからそれを使って、じゃあこの現実は自分が作っているっていうことに立って、本当に強い意志で現実を生きていくっていう方が、本当このニューリアリティに入ってすごく見させてもらいました。で、最初初めて会ったのエリコさんご夫妻だったんですけど、その後オールボユーの3人にも会って、ニューリアリティメンバーにも会って、そのこの現実は自分が作っているっていうその考えに立って変えていこうとする、その勇気とその強さと、もうその決断力とで、本当にそれを見せてもらって、うん、あ、人ってこんな風になれるんだっていうのが、本当私心が響くものがあって、今もすごく、ね、頑張れいや、すごいなと思って、ねえ、こんなに素晴らしかったんだなって、私たちって本当に素晴らしいって、うん、ゲートさん神の血統って言ってたけども、それだけのものがあるというのが、自分もそれを人を見ながら最初はやっていったけど、今はその感覚が本当出てきたし、それでじゃあこれからどんな現実を作ろうかっていうのがもう楽しくて、もう修行はもう終わったので、あとはもう楽しむだけだなという感覚が今あります。はい。でもこれから3人がもう果敢に決断して決めて動いたことが、すごくこうメンバーの人にも勇気を与えてくれて、うん、私にもそうだし、本当に新しい門でということで、はい、もう今日は、3人にホールニューワールド、アラジンの新しい世界へっていう歌を、歌いたいと思います。歌の内容は、お金はね、お金はないんだけど貧しいアラジン、まあ、知ってると思うんですけど、アラジンっていう少年がいて、お金の面での豊かさはない、そこでの自由がないっていう人と、
お金はいっぱいあって物はいっぱい豊かにあるんだけど心は自由にはできないって王女様があって二人とも自由を目指すっていうそういう歌です。はい、じゃあ歌います。ありがとうございます。はい、いいですか。はい、いきます。はい。見せてあげよう本当の世界、何でもできるさ君が望めば連れて行こう不思議な旅へ、魔法の絨毯で星空へ、自由さ新しい世界、僕らはもう誰にも縛られはしないよ。新しい世界、高く高く飛べるの、今あなたと二人、初めてきらめく星屑と戯れて自由よ。目を開いて流れ星、よく見てごらん、この大空駆け抜け、後戻りはしない、自由さ何を見ても、地平線夢のようなこの時、いつまでもみんなで自由な明日を作ろう、みんな。一般社団法人オールワンの田村美香です。私も今回101キャンドルライトの皆さんとマスターゲートさんの講話に参加させていただいています。そして昨日、ゲートさんからお話があったんですけれども、身の、周りの持っているいろんなものを手放してすっきりしていくんだって、そして自分の考えも手放して、考えたことすら手放していくんだって、それを本当にすっきりしていく、自分の中がクリアになっていく、で自由になっていく、解放されていく、
それを本当に見せてくれたオールオブユーの3人は本当に見事に何も握らない、今ここ、こっちと決めたら本当に鮮やかに動いていくんですよね。それを生きて見せてくれている。聞いたことをただ聞いて、それを知識として得てるんではなく、本当に生きている姿を見せてくれたっていうことが本当に何よりも私たちにとってもギフトで、受け取るものがあった。それを本当にね、ありがとうって心から祝福したいと思います。それで一人一人が立って飛び立っていくっていうことで、ますます太いパイプになっていくのを感じています。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そして私が今回一番受け取ったのは、何よりも情熱っていうことです。本当の自分を思い出すということに情熱を持って生きていくんだって。それから現実は全部自分が作っている。誰がその考えを作ったんですかっていう自覚ということ。私たちオールワンのメンバー、ニューリアリティのメンバーは本当に動くということはどんどんやって、自分の望む現実に、また今ここと思った時には果敢に動いてきたんですね。そこにその自覚ということがプラスされることによって、またさらに大きく大きく広がっていく、自分自身のパイプが太くなって光につながっていて、自分自身が存在していくんだっていうこと。それからもう一つ、誰が何と言おうと、それが師匠であろうと、自分がこう思ったらこうなんですっていう、自分、私にとって真実はこれが真実なんだっていう、自分を一番信頼していけばいいんだっていう確信がつかめた。それがすごく今回の私にとって大きな大きな、宝でした。また、ね、ニューリアリティメンバー、オールワンメンバーとしてそれぞれがね、本当の自分を思い出していくということは変わらず続けていきますので、惹かれる方はぜひ私たちに会いに来てください。お知らせがあるんですけれども、2月1日に東京の方でまたギャザリングを行います。午前中、9時半から行うんですけれども、もし惹かれる方はぜひ私たちに会いに来てください。詳細はニューリアリティインクのホームページでも構いませんし、オールワンのホームページ検索してもいただいても構いません。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。そしてますます自分自身が本当の自分を思い出して、光となって私も本当に自分が子として立つ決意を改めてした今回のツアーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当にすごい心がバーンって、すごい、やっぱりその思いとか心がもう何より豊かだなって感じられるし、もうそれだけでいいって、感じます ね、本当にその心が震えました。ありがたいです。ありがとうございます。あこっちだこれで終わりじゃなくて、そうもう私たちも本当にこれで、始まってるんです。そういなくなっちゃうわけじゃなくて、もう絶対隠れないし、だからぜひ見ててください。はい、これからますます輝いていきます。はい、始まってますね。はい、あとはいいですか。はい、大丈夫ですか。じゃあでは私たちもみんなで歌を歌
歌いたいと思います、はい、オリジナルの曲で、酒井絵理子さんが作詞作曲なんですけれども、今回日本語の歌詞とあとハングルの歌詞で韓国語の歌詞で歌います。はい、で役を、キャンドルライトのいつも通訳をしてくださっているリボンさんの娘さん、ユヒョンちゃんが、ユヒョンちゃんと本当に心を込めて役をしてくださいました。はい、歌います、歌います、はい、ちょっと紙を出します、歌詞します、ちょっと動かします。タイトル曲名は夢生きてです。本当にこれから広がっていく皆さんと私たちの祝福です。はい、はい、感謝の気持ちを込めて歌います。はい、命すべて一つにつながる。
しジュジュルルシマウミパンチャパンチャヌブショソチグンネアネセゲヌピチノチゴイソチグンナンシネセゲノサランイノチゴイソチンエハルモドンサランドゥエゲWith unconditional love to youまたお会いしましょう。はい、はい、またお会いするのを楽しみにしています。はい、皆さんありがとうございました。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 皆さん勘違いしないでください。なくなりませんか。このオールオブユーのがちょっと休業しただけで、そうです、オールオブワンワンはあります。皆さんと会うことができます。はい、ニューリアリティさんもありますね。はい、そうです。やってますから。はい、はい、はい、なんかでも今ね、感動しちゃった俺。なんか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。